付け、消毒。じゃあ今日はみんなで昨日お勉強したアルファベットの歌を歌いましょう。アルファベータガンマデルタイプシロンゼータイタシータイオタカッパラブダミューニューオミクロン。先生クシーは？中国語聞いてるかもしれない。はい、皆さん次は算数ですよ。掛け算覚えてるかな？アルファ株は2019年11月に現れたコロナウイルスよりも 70% 感染力が強いです。デルタ株はアルファ株の 1.5 倍感染力が強いです。オミクロン株はデルタ株の3倍感染力が強いです。そしてオミクロン株のさらなる変異株であるオミクロン BA2 はオミクロン株の2倍感染力が強いです。では問題です。オミクロン株の BA2 はオリジナルのコロナウイルスよりも何倍感染力が強いでしょう？はい、次は社会の授業です。現在の総理大臣は誰でしょう？わかる人？ひろゆき。はい、そうですね。ひろゆき総理大臣ですね。どうしてこんなことになっちゃったんでしょう？そうですね。皆さんのお父さんとお母さんが選挙に行かなかったからですね。はい、次は理科のお時間です。今日はワクチン接種について勉強していきましょう。先生。はい、高橋くん何ですか？ワクチンなんか意味ないってお母さんが言ってました。うん、そうですね。だからお母さんみたいにならないためにお勉強って大事なんですね。はい、図工の時間です。みんな NFT って知ってるかな？これ先生が描いた絵なんだけど、1000万円儲けました。はい、体育の時間です。みんな。VR ゴーグル持ってきたかな？田中くんまた VR 忘れたの？今日も見学です。はい、じゃあみんな VR ゴーグルつけてね。はい、じゃあみんな VR つけたかな？今日はメタバースの中で教室を一周してみましょう。ギョー、よーい、ドン。はい、じゃあ皆さん宿題です。スケッチブックのチャンネル登録といいねを忘れないようにしましょう。